ジュうベイさんが引き受けた仕事を受け負ったもんで、西国にある伊予の国まで出かけることになったわけ。四国の方ね。借金は返したんだろう。まだ妖怪退治続けんのかまあ、そうなんだけど、せっかくだから、もっと強くなりてえなって思ってさ。修行の旅ね。とわちゃんとせつなちゃんも一緒には、ああたしたちは三人で最強だからなまあ 頑張ってこいよ、モラハ。あ、あのさ、ちょっとだけ、キュッとしていいかな。ん